はい、こんにちは、中地です。マインクラスト実況続きやっていきたいと思います。取りだめでございます。前回引き続き活動しております。怖いなぁ、経験値35あるんだよ俺。死にたくないよ、マジで死にたくないよこれ。行くよ、超怖い。あー怖い、シフト超してる。離さないからね、これで落ちたら俺このキーボードに対する信用を失うからね。まともなキーボードだからねこれ。そろそろ来た。あ、下にもあるね。あそことか取りやすそうじゃん。高い天井のところのグローを取るのは危険なのかな。効率のいいグローの取り方なんてでも存在しないですよね、もうもはや。よいしょ。どうなんだろう、草ブロックとか、例えばですけど、僕こう空中にこう一本通路が浮いてるのとかあんまり好きじゃないんですけど、これ後からね、砂取るの、砂利、土です、土取るのね、めんどいじゃないですか。例えば草ブロックとか使って端っこ火つけたらちゃんと全部燃焼してくれるんですかね。途中でちぎれてむしろめんどくさくなったってなるぐらいだったら、まあ草とか置いてあれなのかな、素直にハサミとかでバタバタやった方がいいのかな。シルクタッツのやつを使って、どうせ4個以上出ないんですよね。これを使っていきましょうか。なるべく逃したくないから、あんまり遠いのやると、あー貴重なやつよ、貴重な資源だから、ギリギリまで近づいて吸収しろ、吸収しろ、吸収しろ。俺吸収してる？してない気がする。はい、こっちは大丈夫だね、大丈夫だよね。何個か漏れるな、もっと大きくすればよかったな。頑張れ頑張れ頑張れ、大丈夫、落ちてるね。まあ多少のね漏れはしょうがない、ガサツなのが悪い。ここ壊したいけど下作ってないから。あーこれ怖いよ、めっちゃ怖い今の。危ねえ、これ気をつけろ、一個でもボコって掘ったらやばいからね。効率強化のついてるシャベル絶対振り回さない方がいいね。ここ今いくつ取った？ 27。 厳しいね、グロー。どうなんだろう、 1.9 になった時にあれはエンドなんですよね。エンドに街ができるらしいんですけど、そういうところでちょっとグローがね、ネザー以外でもエンドって、うわなんか湧いたよ、絶対壊せないここ、超デスマッチになるからやめろよ。でも上上がるとあいつの視線に入りそうだよね。入った俺、大丈夫、これさ意味ある、大丈夫だね。 OK、 こっち側 OK ね。空中デスマッチしたくないからね。あそことか取りやすいのあるじゃん。もうあっちでいいか。いやもったいないな、珍しくもったいない精神出てる。普段資源を無駄遣いしちゃうのに。そう、なんか別な方法で、別な方法というか選択肢があると嬉しいですよね。え？うわっ、死ぬ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 、ちょっと待ってね、メシ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 、やめろって、なんかろうそくみたいになった。ただねあいつのね目ん玉欲しい気もするんだよね。目ん玉じゃないか、スターか、ちょっと怖い。一旦こっち取ろう。効率ついてんの？ついてんね。でもシルクタッチがあるから遅いのかな。
この効率強化がついてるやつでシルクがついてないと早いパターンでやってみるじゃん。そんな変わんないな。しかもほら圧迫しちゃうから、しかも2個しか落ちなかったから危ないんだね。これかシルクでやるのが一番だね。コツンコツン。あんまり使いたくないね。家とかには贅沢に使えない気がする。なんかその施設系、今建てている図書館とかそういうのもね、どんどんこういうの置いていきたいんですけど。あとはですね、ちょっと今考えてるのが、今そのアンプリファイドファンタジーというクリエイティブでマップを作ろうっていう計画でやってるんですよ。そっちの鳥なんて来るの、こんなところに。鼻めっちゃかゆい。そう、建物をたくさん建てたいがゆえに始める、まあ始めてた、そして再始動するアンプリファイドファンタジーなんですけど、それをやり始めるときっと建物を建てたいという欲望がそっちの方で消化できると思うんですよね。でこの無計画中地の方も一応建物メインというか建てるのが好きなので、物をねたくさん建てていろいろこれまでやってきたんですけど、やっぱりこのワールドってサバイバルでやってるわけじゃないですか。なのでサバイバルらしいことというか、例えば効率化、なんだろうな、作物たくさん生きるために取るとかね、そういうような方向、建物以外だ、赤石をうまく活用してみるとかね、そういうことって今まで全然したことがなくて、でまあ赤石とかね苦手なんだけど、花火打ち上げることぐらいしかできないんですけど、うん、ぜひねちょっとそういうのもやってみたいかなという気はしています。すい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 。ちょっとラックがいらないですトイちゃんどうしたん、こんなとこで卵産んで。ひたすらグローを集めているだけの動画。まあアンプリファイドとはね差別化できてるかもしれないですね、この感じは。どっちも建物建ててんじゃんって思ったんですけど、向こうじゃこんなことしないからね、山ほどグローは使えるから。いや貴重だね、明かりって貴重だね。でもさ松明はすごい建てれるんだけど、おあそこにいるのはウィザースケルトンじゃないか。ウィザーの頭って俺手に入れたことないんだよな。欲しいよね。クリエイティブでこう出してわーいってかぶったりとかはよくしたんですけど、もう持てない。お、純粋に順調に集まっているんじゃないかこれ。あそこのウィザー倒したらめっちゃ湧きそうみたいになってる。あそこと、せっかくなんでちょっと待ってね。効率シルクでしょ、幸運鏡ん？こっちね、こっちはこういうの掘るやつ。ごめんよ、気をつけろ鳥。まあ、ここで生きてる鳥だから相当強いんだろうな。喧嘩打ったら勝てないだろう。あれ今ウィザーいたと思うんだけど、いなくなっちゃったわ。せっかくなんで倒しに行こうかなと思ったんですけど、黒曜石が4個でしょ、やばいって思った時に帰りたいってなったら、これ俺帰れるかな。まあ向こうから来たから分かるっちゃ分かる、分かりたいって。そう、そのためにこれふわっと持ってきたんですけど、よいしょ、はい。ここから行くの危ないね。あとはね、この装備、あ、もう足もないし、
個ね、第二拠点、砂漠の町でね、あれを作ってるはずなんですよ。こっから行くのは危険だな。チェスト、ダイヤのチェストを作っているはずなんですよね。そろそろもうね、300何十回もやってきてるから鉄じゃなくていいんじゃねえかって。ごめんなさいね、まだ相変わらず右目から血を流してますけど、早く戻せっていうね。めっちゃ湧いてるね。楽しいかい。さてさて、あっちにもある。でもこれ切りないね、絶対さ切りないね。ネザー水晶もどんどん集まるね。これ固めても戻るんだっけ、戻んないか。でもこれが基本形だから別にこれにしちゃっていいんだよね。あ、もったいない。土、ダイヤのツルハシ、怖いな。でもチクチク経験値めっちゃ溜まりますね。一応帰り道あっちね、忘れんように。広いな。バカ、これでもかなり集まったんじゃないですか。贅沢はできないけど、そう、そして こういうところでネザーラック使えばいいんだよね。贅沢はできないですけど、もう3スタック近く集まりかけてるんじゃないかな。ここ危ないね。でもなんでこういうのも、ちょっと卵をお土産に持って帰ろう。はい、次回ももしかしたらネザーの中を探検するかもしれません。ただね、危険ですね。ちょっと装備を整えてから、せめてもの鉄にエンチャントをしてきた方がいい気がするので、次回は帰りたいと思います。次回帰る動画です。ご視聴ありがとうございました。